がついたら拉致られてきたけど、まあせっかく来たからにはね、せっかく連れてこられたからには勝たないと。オフェと思ったのにな今日。おはようございます、磯丸です。朝一から謎の集団に拉致られてしまって、僕は一体どこにいるんだって思ったんですけど、あちら見てもらってもいいですかね。見覚えあるかなと思うんですけど、まあ、あの工場見て分かりました。ここジャムフレンド日高店さんです。埼玉にあります。まあ1ヶ月前に、ちょうど1ヶ月前の日曜日、最終日曜日にここに来たんですけど、まあその時も盛り上がってたんで今日も盛り上がるかなと僕は勝手に思ってるわけなんですけど、でね、押さえた台なんですけど、ゴッド、あの人めっちゃ可愛い、やばい、ありがとうございます、可愛い、ありがとうございます。よし、よし、勝つよ俺は。はぁ、あ、です、外戦。いやどうでしょう、末尾とかで前やったよな、8、真ん中行こう。これ真ん中もね、9台あるもんね、ちょうど真ん中。でも今日は3日間の、2日分の負けを取り返すために、ゴッドで一発逆転狙います。負けるかもしれんけど、よし、行くぜ。無意識のうちに抑えてしまってました。3連戦の3日目なんですけど、まあ2日間負けたくってるんで、もうこっから逆転するにはゴッドしかねえと、無意識のうちに凱旋をキープしてしまう、凱旋プリです。というわけでね、まあそういうわけで、とりあえず YouTube のコメント返しの方させていただきたいなというふうに思ってます。まだまぎの爆乗せした回のやつのコメント返しですね。ムーブユーさんから、食事の品なさすぎワロタ、あのうどん、まあ、すすってるやつですね。まだ見てない人はぜひ見ていただいたらなと思うんですけど、まあ確かに品がない、まあ育ちが悪いっていうのがちょっとバレてしまった動画になっちゃったかなと思います。次、佐藤貴人さん、オロナミン C ネタのくだり面白すぎるわら、というわけで、まあね、結構皆さん冗談かと思われてるかもしれないですけど、あれ本当にガチでガーンって直したんで、もう僕からしたら笑える話じゃないんですけど、まあ直ったから笑える話なんですけどね。まあありがとうございますコメント。塩川ただまるさんから、これって磯丸が編集してるのを応援してます、頑張ってください、ありがとうございます。でもね、編集してるのかという質問に対してなんですけど、まあちょっとですね、少しだけ携わってる、もうこの僕のゴールドフィンガーによるパソコンの何さばきか分かんないですけど、ピーピングっていうんですか、分かんないですけど、まあもうたまにやると。なんでインテリ系男子なわけなんですよね。まあそれはもういいか、インテリ系はいいか。まあたくさんのコメントありがとうございます。で、磯丸と成り上がり回答録で突破しなければいけない目標3つ、それがこちら。じゃあ今日も一日凱旋でもう凱旋してやろうかなと思ってますんで、いきますよ。ハイパーフルスロットルの成り上がり、成り上がり、はい、じゃあ凱旋いっていこう。2日間負けてるんで、もう逆転するにはこいつしかない、こいつでもう逆転。一応前日、前々日と回数ついてない真ん中のライン、角はちょっとベタかなと思ったんで打っていこうと思います。でもね、お金がね、もう本当3万円しか持ってきてないんで、それ以上突っ込むようならば僕はもう借金っていうことですよね。このね、3連戦僕がこのお仕事を始めてきて一番過酷やったんですよね、この3連戦っていうのが。新宿行って、名古屋戻って、知立市行って、でまた埼玉に来ると。でまあその時もカメラとかの荷物僕一人で帰ってたんで、カメラとか大量の荷物を持って新幹線に乗ってるわけなんですけど、もうきっつい、恥ずかしいし、もうだから
カメラマンの仕事とかしてる方すげえなって思いましたもんね。とね、まあ、今持ってるお金も、あ、今回の人生費なんですけど、まあ、新幹線の料金の建て替えですね。建て替えてもらったというか、僕が建て替えた分を返してもらったお金で実践してると。それが3万円、約3万円あると。それがなくなったらもう借金ですね。もうそうなっちまったらもう僕は本当に生活がヤバくなる。ヤバくなるって抽象的やけど、本当にヤバくなるとしか言いようがない。生きていけなくなる。半年後にクビになる。まあこの動画配信される頃にはあと半年後じゃないかもしれないですけど、まあその目標達成できなくてクビになるのはもう仕方ないんですけど、お金なくて続けられませんっていうのは本当に嫌だから、今日は勝ちたい。対戦打ってて大丈夫かって思うけどね。2人目、移動しましょうかね、横の台に。ちょっとなんか朝一ちょっと、まあまだよかったけど、もう1台空いてる台あるんでちょっと移動します。なんかあんまり反応が良くない。もちろん全然わかんないけどね。まあ朝1台ですね。ちょっともう1台だけこのゼロ回転のやつがあるんで、それをちょっと朝1見ていきたいなと。今頃店長さんに笑われてるんですかね。磯丸バカだな、あの台打ってやがるよっつって。関係ねえよもう設定なんか。ハートで出してやるわ、ハートで。いつもこんなん言ってるから負けるんですけどね。移動しすぎかな。俺あっちに移動していいですか。ごめんなさい、ちょっと初当たり早かったら空いたんで移動します。はい、じゃあ3台目移動してきました。まあそれと同時に投資の方もしなければいけないんですけど、もう言ってる間にもう開始40分ぐらいかな。でもう3枚目、ゆきちさん2枚、やばいぞ。けどこの台初当たりってか当たり方がすげえ綺麗やったんで、まだ1回しか当たってないですけど、まあ、僕がさっきまで打ってた2つの台よりかは結構良さそうやったんで、へそくり使います。へそくりの野口、行ってこい野口。3、呼び捨てにできるほど僕はすごい人間じゃないんで。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ユンケルもらいました、ありがとうございます。お金がもうない。初当たりいけずに3万5000円がチリとなる。チャンス、おーしよしよしよし、リップさんもう一発いこう。どうどうどう、おリプ4、あと一発あと一発、セクシーレバーオン。はいはい、あ、まあとりあえず G ストップ。よし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 、
あのね、ちょうど3万5000円入れちゃってコインがもうこの中のあれしかないっす。決める、7揃いさせる、はい、はいはいはい、集中集中集中、鏡鏡鏡、まあ、嬉しいけれども、まあありがたく消化しよう。投資がちょうど3万5000円、 Gストップから3区から僕の予定では V 揃いするはずだったんですけどね。出る、400枚突破、純増4枚や、恐ろしいな。もうこれあれっすからね、調子悪い時の2セット分ありますから、ワンセット412枚、もう奇跡が起こることを信じて、スロパチステーションのメンバーの中に、まあ先輩って呼ばれてる人がいるんですよ。でその人最近ゲンチャパクられて、でまあ被害届出しとったんですよね。まあ大事にしてたゲンチャらしくて、でまあ家に置いてたのにガレージから持ってかれたみたいな、まあ悪いやつが世の中におるんですよ。でまあ最近、まあ、警察から連絡が来て、バイクが見つかったんで取りに来てくださいって言われて、でまあその先輩が取りに行ったらしいんですよ。ほんならなんていうのこれね、口で説明するの難しいんですけど、まあ警察署まで取りに行ったんですよね。そんなら、まあ、この辺に多分写真出てくると思うんですけど、バイクが丸焦げになってもう燃えたくってたんですよね。でその状態で、持ち主あなたなんで持って帰ってくださいと言われたらしくて、まあ泣く泣く持って帰ったらしいんですけど、まあその燃えた理由っていうのが、まあパクった悪ガキ警察の方に見つかって、で追いかけられて、でまあ警察はやっぱ負荷をしちゃダメらしいんで、あんま負荷をしなかったの。でもその中学生のガキどもがビビってこかして逃げてったんですよね。なんかその反動で燃えたらしいんですけど、面白くないですか燃え方が。もうフレームだけになってんすよその状態で警察の方に、持ち主あなたですからって返された先輩の時の表情を想像したら、377いいね、もう笑けてしょうがないっすよね。警察の方も半笑いでしょうね、燃えたバイクを持ち主に返さなあかんねんから来い、来たよ、ボタンプッシュ、トレイ中断機だな、持ち込みで192ゲーム、危ねえ。255枚、あー奇跡起これ、サンタさんハッピーバースデー、はい、はいはいはい、まあしょうがない、食らいつきました、ガブって、お金がなくなっちまったんで、その例の先輩に借りに行きます。
いや絶対あのこと悪くないと思うんですよ。いやまあ絶対ではないんですけど、まだ全然わかんないですけどね。まあ、でも当たり方が両方ね、あんま設定さない当たり方やったんで、なんとも言えないんですけど。あ、先輩ですか。あ、もしもし、お金をお借りしたいんですけど。本当に言ってます。いいですか。あ、大丈夫です。じゃ、はい、待ってます。すいません、ありがとうございます。はい、あ、原付ってどうなんすか。燃えたんですよね。はい、はい、はい、すいません、行きます。貸してもらえるそうです。まあでも多分借りたお金の額にもよりますけど、新しい原付プレゼントしたら返したことになるでしょう。返す。いや、もし返せやんかったら僕の家にある原付渡すんで、それで満足してください。いらんいらん、燃やそう。いや、すぐ燃やしますもん。原付燃やす人からお金借りました。ありがとうございます。じゃあマジで返すんで、ほんまにゴッド引くんで。これでもゴッド1回分ですよ。これゴッド1回引いたら返せるじゃないですか。じゃあ多分いいよ、1でも何でもいいから出すの。頑張りましょう。うん、これマジで頑張ります。ヤバくない、行こうぜ。ヤバくない。じゃあ借りてきた3万円を使っていこうと思う。まだ分からんからね、この台も。あ、てか角台開いてたんすね。一応角台だけが一番初当たり引けてるんですけど、その台がお客さん変わってらっしゃる。マジか。まあまあまあ、でもこの台で心中しよう。なんでこんなパキ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 なっとるんや。003、どんなやつやったっけ003って。あの女の子か。あれ違うかな、忘れた。中断リプかな、中断リプ003に当たったかも。ラッキーラッキー、ありがとうございます。よしよしよし、まあモードは良かったからね。マジであるよ、マジであるよ、マジであるよ。こう当たっちまえ、間違った、当たっちまえ。シャオラシャオラ、気合や気合、あるよあるよあるよ。これチャンスよ、今一番役のやつから。次ボタンチャンス、ありがとうございます、ありがとうございます。おい4連いくよ。ちょ、誰か叩いてもらえ。まあいいか、自分で叩こう。いくよ。いや、おい、何やってんだ、何やってんだよ。カメラマンの強制的にレバー音が炸裂してしまった。周りの台で前日39回
当たりついてて、当日00で、あ、0回で1045ハマってるやつがあるんですよね。4、5、6角じゃね。前日39回ついてるやつはさすがにリセットかけるでしょ。普通に考えたらさすがに磯丸来店で据え置きはないっしょ。多分分からんけど、さあさりげなくさりげなく、さりげなくレバーを6000円ゲット。もう一回だね。まあ全然いい全然いい全然いい。え、ジュース、シェイク、そんなわがままなカメラマン見たことないですけどね。どれがいいですか、シェイクメニュー。あ、俺ももらいます。あ、あの何がいいですか。バニラ、チョコ一つとバニラ一つ、あ、ごめんなさい、ストロベリー一つ、20枚。はい、そうです。かわいすぎて声かけれへんかった。普通の会話してるだけで僕はもう悶々としてしまった。いやお姉さんかわいいなマジで。なんか大人の女性の匂いがした。いいな、コーヒーガールさんがかわいいとつい来たくなっちゃう。通うかな、ジャムフレーの日高店まで。名古屋から原付で通うかな、原付で。やばい、余裕のシェイク、うまい、うまいっすね。連絡先ぐらい書いてるかな。ない、どこ探しても連絡先はない。はい、1341枚。こっからもう保証がない。当たってみくれ、サプライズゴット。鏡か、はいはい、まあ上出来ですよ。なんてことない当たりからこんだけ続いてくれたらもうゴットで変わんないですからね。本当に感謝感激です。ちょっと一旦回り見よう。回ります。いや本当正直ちょっとゴットが良くないんで、何か移動したいなと思うんすけど、投資がねもうほんと4万近くいっちゃってるんで、まくれる機種、まくれる機種、あでもハラハラいいっすね。あじゃあ花火いいっすね、花火かなりいいな。
ケージ打とうかなと思ってたんですけど、マジェプリ空いてるんで、マジェプリ打とう、マジェこれ行こう。もう逆転よ、ストックさせまくって逆転させます。ぴったりぴったり100枚。はい、じゃあマジェスティックプリンスのパチンコにやってきました。もう回線がねちょっと調子悪くてというか、あまり展開も良くなくて、で後ろがハーレスがかなりお下げやったんで、多分外線じゃなくてハーレスやったの。でも商いがない状況なんでパチンコに逃げてきました。まあ、このライブ僕めちゃめちゃ大好きなんで、もう楽しさ伝えれるように頑張ります。でもまずは勝つ。本当にこれかなり運が良ければ6000発が 80% ループすることがあるんで、まあ、当たった時にまたね、AT の、あ、ごめんなさい、ST 中の仕組みとかも説明したいなと思うんですけど、おーおー、ありがとうございます。もう終わりました、スロット。いや、やられちゃって、ありがとうございます、ありがとうございます。今差し入れの方をいただきました。セブンアップレモンライブ、ありがとうございます。機械とロボットと心がリンクするんですよ。で逃走本能が強ければロボットも強くなると。煽る赤の煽り、ケイちゃんのロボットね、赤保留、赤保留、赤保留やけど、この赤保留はマジで強くないから。でこれオペレーションなんていうのか、まあ3段階まで行こうぜっていう感じ、フォーメーションね。全軍敵軍に囲まれています。総員陣形を組んで、このライは図柄で当たれば、ストックダイブ確定なんで、消されたルパンみたいな感じですね。で第1突破、第2、まあ疑似面みたいな感覚ですね。これで役物がめちゃくちゃかっこいいんで、それをぜひ見せたい。まあゆっくり見ましょう。おいおいおい、ちょっとヘボいっすねこれは。ほんとね、このストックタイム中がめちゃくちゃおもろいっすよね。2分間の間に大当たりをストックするっていうシステムで、最大4つまでストックできる。全部15ラウンドやったらマックス6000発取れると。もう最強っすよね。餃子の王将メガ盛りマックス張りに取れると。まあでも振り分けが結構厳しいんで、4ラウンドばっかりなんで、まあ、なかなか4つとも、15ラウンドっていうのは無理なんですけど、バイブ、バイブった。びっくりマーク、とりあえず疑似面。こっから金、金、これはめっちゃチャンスよ。滑れ、疑似入りで行くの。ネクスト、ネクスト、マジで？ああ、いずれまで行った。少様以外に落ちろっていうやつがいたとは。みんなが待ってる、こっから役者来い。
ぜひみんなに見せたい。いやあ、赤スピン、金、あもう一個上まで行けば金カットインス。当たる、間違って、まあいわゆる激アツって言われるやつがもう本当に一つも絡んでなかったんでしょうがないです。ちくしょう、はい、ネクストゲジに、はい、赤23は攻めていってほしい。あー、朝日まで行った。はい、いやアサギじゃねえわ、イズルか。トリプルラインや、出撃はすんのかな。しないと、あー、これがオペレーションイーグルランデット、逃げ切れたら当たり。あ、赤文字やん、熱い熱い、多分40パーぐらいあるよ期待度。ここまで持ち帰って、この情報には私たちの運命がかかっているの。割とちょびっとだけ期待できる。これ本来白文字なんですけど、白文字だったらちょっと弱いんですけどね。これこのベースで減ってんのに残りめっちゃ、残り少なくなったらめっちゃ遅くなるんすよ。頼むで、もう俺は普通のリーチで当たれへんねん、頼む、いける、よっしゃー、あるなー、これで当たるかと、よっしゃー、いくら使ったマジで、59,500円、よし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 、じゃあ右打ちできる、右打ち、よっしゃ、こっからよ、マジプリの面白さは。それまあストックタイムの説明軽くさせてもらいますと、2分間の間に最大4つまで大当たりをストックできると。でその大当たり振り分けっていうのが 75% で4ラウンド、 10% で15ラウンド、 15% で15% で、8ラウンドかな、7、あ、ごめんなさい、10ラウンド。説明は以上、検討を祈る。なんで多くストックするだけ解くと。で、だいたいスルーを34回から32回突破できて、そのうちの20分の1で当たるっていう考え方。いくよ、この歌がめっちゃいいのよ。よっしゃ、いくよ、ここからもう右打ち、ずっと止めたらあかんよ、みんな揃っても右打ちしっぱなし。いや、大丈夫、まだ1分10秒もあるから、いける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 、いってこい、あのスピンが赤とかやったらチャンスアップ。はい、よっしゃ、おれー、これでとりあえず計測は確定で、こっからはもう一回余分にストックする時間、抽選の確率は変わってないから、まあ余分にストックできるだけチャンスと、チャンスというかまあ出玉につながるんですよね。
残り36秒いける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 。だから早い段階でストックできたらもうめっちゃなんていうやろ、余裕、心に余裕を持って消化することができる。 OK 2個目どうよ、面白えよマジで。大丈夫大丈夫大丈夫、いけるいける、あと7秒まだいけるまだいけるまだいける。はい、まあ2つともオッケー、きたこれ15ラウンド見てこれめっちゃかっこよくない、やっためちゃめちゃかっこいい、どっから出てくんねんと思ったでしょ。これが一回パカッと開いて出てきて開いて合体して、憧れ、ロマンよロマン。これで決めれたらもう一個取ってたよっていうこと。バトル、バトルは超熱い。いやでも大丈夫か。はい、やれー、もう序盤にストックできちゃったらここからはもう超楽しい。 OK OK OK、 あーこっからウィニングラン、わかんないですけど OK、 バトル決めよう決めよう決めよう。ララかぶっ倒せ。 OK、2個目ストックを狙え、気持ちいい、はい、というわけでホリウムを全部消化し終わったところで終了したいと思います。残念ながらまくりきれず、まあ、5000発ぐらいですね獲得できたのは。エンディングいきたいと思います。お疲れ様です。実戦の方終了しまして、ジャムフレンド日高店さんでの恐ろしい実戦が終了しました。まあ凱旋で3台カニ歩いて、その後マジェスティックプリンスボコボコですよ。ほんとチーハくんちゃうかっていうぐらい負けてしまって、まあ、4万円最近ですね行かれてしまったんですけど、でも実戦終わったから言えることなんですけど、やっぱり出てた、本当に打つ台が間違ってた。僕凱旋やってたんですけど、ハーレス、花火、オキドキ、あとジャグラーですね、もうそのあたりがもうめちゃくちゃ出てたんで、もう狙いどころを間違えてしまったかな、一言につきますよね。だからもう次はもう本当にもう3回目、まあ次行くことあれば3回目なんですけど、3回目は負けられない、さすがに。2回負けたら1回目がステカかなんか打って負けて、で2回目また今日凱旋打ったわけで、次はもうね分かったんで、もう傾向みたいなものが、まあ、やっぱハーレスとかそういうメイン機種は本当に強いんで、もうそこは狙って勝ちに行きたいと思う。やっぱねもうジャムフレンド日高店さんはもう出そうとしてくれてるから、それをうまくね、僕もあとは掴むだけやったんですけどね、もう掴む場所を間違えたと、もう次はそうならへんように頑張りたいと思います。怖いっすか。じゃあもう次は絶対勝てるように埼玉まで来て、もうこれ以上負けは許されないんで頑張りたいと思います。じゃあもう次はもう絶対負けないように頑張りたいと思います。なんかオレンジなんかついてますよ。ふざけてすみません。お疲れ様です。帰ります。悔しい。
もらったやつは家で差し入れコレクションしたいと思います。死んでお前これ、おい